アメリカの写真家、ルイス・ハインによる作者不詳の風刺画の写真。1912年。児童労働に従事する子から14歳の子供の比率。黒色40%以上。赤色30から40%。大々色20から30%。黄緑色10から20%。炭光色0.01から10%。灰色データなし。世界銀行。2005年。 児童労働とは、15歳未満の労働と18歳未満の危険で有害な労働を指す。国際労働機関によると、子供時代、子供の可能性や尊厳を奪う労働、及び子供の身体的、精神的な発達に有害である労働、そして教育の機会の創出、中途退学、就学と長時間労働、自由労働の両立など、就学に影響を及ぼす労働も含まれる。 児童労働に関しては、二つの国際条約がある。国際労働機関の第138号条約では、就業が認められる最低年齢について義務教育終了後及び15歳以上としており、第182号条約では最悪の形態の児童労働について定義している。この二つの条約は、労働に関する最低限の基準を定めた中核的労働基準に、 含まれている。日本はこの2つの国際条約を批准していて、労働基準法の第56条で、就業最低年齢は、満15歳とし第62条で18歳未満の人には、危険有害業務の就業を制限している。児童労働撤廃は、持続可能な開発目標目標8、働きがいも、経済成長も、ターゲット8.7に含まれており、 他の目標より5年早い2025年までの目標達成が掲げられている。2015年9月の国連サミットで持続可能な開発目標が加盟国の全会一致で採択された。持続可能でより良い世界を目指すために持続可能な開発のための2030アジェンダ27の目標と169のターゲットが記載されている。自動労働撤廃は 持続可能な開発目標目標8、働きがいも、経済成長も、ターゲット8.7に含まれており、他の目標より5年早い2025年までの目標達成が掲げられている。強制労働の廃絶、現代の奴隷制度及び人身取引の廃止、子ども兵士の採用と使用を含む最悪な形態の、自動労働を禁止及び撤廃のために、即時かつ効果的な措置を取り、 2025年までに、あらゆる形態の自動労働を終わらせる児童、労働者の割合と、数日本は2000年に批准就業が認められている、最低年齢が示されている。ILO は1919 19年の設立以来、工業、農業、漁業、鉱山など、産業部門別に就業最低年齢を定めてきたが、1973年に、 この条約ができたことによって、すべての産業が対象に含まれた。第2条就労最低年齢の明治3、最低年齢は義務教育が終了する年齢を下回ってはならず、また、いかなる場合にも15歳を下回ってはならない。ただし、開発途上国の場合は、批准当初は14歳とすることも認められている。また、敬意な労働については、 一定の条件のもとに13歳以上15歳未満の者の就業が認められている。日本は2001年に批准2020年に ILO の全加盟国が批准児童労働の中で最も搾取的な労働を最悪の形態と定めている。義務教育を終えていても子供をその労働から無条件で直ちに保護しなければならないとしている。最悪の形態の児童労働は 次の4つのカテゴリーに分けて定義されている。児童の売買及び取引、負債による奴隷及び濃度、強制労働等の、あらゆる形態の奴隷制度またはこれに類する観光、売春、ポルノの製造または猥褻な演技のために児童を使用し、圧戦し、または提供すること不正な活動、特に関連する国際条約に定義された薬物の生産及び、 取引のために児童を使用し、圧線し、または提供すること児童の健康、安全もしくは道徳を害する、恐れのある性質を有する業務または、そのような恐れのある状況下で行われる業務については、各国で決定することになっている。日本の場合は、労働基準法第62条、63条において、子どもに対する就業制限、及び年少者労働基準規則第7条、 第8条、第9条で詳細な規定が設けられている。例えば、建築現場での高所での作業、重たいものを取り扱う仕事、ガソリンや火薬など危険物を取り扱う仕事、お酒を提供する場所で、お客さんと会話などをする仕事などである。日本は1994年に批准子供の権利条約は、子供の基本的人権を国際的に保障するために、 定められた条約である。18歳未満を子供と定義し、大人と同様に一人の人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子供に関する権利も定められている。子供の権利は、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の4つに大きく分けられ、経済的作主から守られる権利や教育を受ける権利が含まれている。 第32条経済的搾取からの保護1、定約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となりもしくは、児童の教育の妨げとなりまたは、児童の健康もしくは身体的、精神的、道徳的もしくは社会的な発達に有害となる、恐れのある労働への従事から保護される権利を認める。日本は2004年に批准子供の権利条約に、 新たな内容の追加や補強をするために作られた選択議定書で条約と同じ効力を持つ。武力紛争が子供に及ぼす有害かつ広範な影響を考え、18歳未満の子供が敵対行為へ直接参加することや強制的に徴収することが禁止されている。日本は2005年に批准子供の権利条約に新たな内容の追加や補強をするために作られた。 選択議定書で条約と同じ効力を持つ。児童の売買、児童売春、児童ポルノから子供を保護することを保障するための議定書である。日本は2017年に批准国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の内容を補足するために作成された3つの議定書の1つで人身取引の防止や人身取引への取り組みの協力促進のために 国際的な法的枠組みを構築することを目的としています。労働基準法は労働者の権利を守るために、賃金、休日、安全、衛生など、労働条件の基準が定められており、第6章は、年少者の使用について規定されている。例えば、第56条就業最低年齢が、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が、 終了した後と定められており、義務教育である中学校を卒業していない子供を雇うことが禁止されている。ただし、満13歳以上の子供は健康や福祉に害を及ぼさない経緯な労働は行政官庁の許可を得た上で、修学時間外に行うことができる。映画の制作、または演劇の事業についても同様である。第六章年少者児童福祉法では、 子供の福祉の保障の観点から子供にさせてはならない行為が定められている。第2章福祉の保障第10節雑則第34条道路での物品販売、主席での接待業務、心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で子供を支配下に置く行為など子供にさせてはいけない行為が明記されている。他にも児童労働とみなされる事案の取り締まりに次のような 法律が適用されている。児童売春、児童ポルノにかかる行為等の規制及び処罰並びに、児童の保護等に関する法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律インターネット、異性紹介事業を利用して、児童を誘引する行為の規制等に関する法律、売春防止法と道府県青少年保護育成、条例集合未再資源化の仕事をする少年、 ベトナム法ミ民2006年7月23日。ILO の統計では、5から14歳の労働の統計があり、それでは5から14歳の24.7%に、当たる2億5000万人が働いているとされている。これに、統計のない5歳、未満、5から14歳でも家事労働で働く者を含めると、その数倍に達すると推測されている。 2004年の ILO 報告では、児童労働者数を2億2200万人とされた。2010年5月、国際労働機関報告によると、2008年時点の児童労働者数は2億1500万人に上る。2000年2億4600万人から2004年の変化を見ると、5歳から17歳の人口が世界で2.3%増えているのに対して、 自動労働者数は11.3%減、危険な自動労働者数は25.9%減少している。地域別に見ると、アジアは、微減、ラテンアメリカは大幅に減少している。アフリカは、自動労働者数は増えているが、5歳から17歳の人口に対する自動労働者の割合は2%減少している。2013年9月、 国際労働機関報告書によると、全世界の児童労働者推計は1億6795万人となり、2008年当時の推計と比べ4700万人減少した。国際労働機関が初めて世界統計を発表した2000年の推計2億4600万人から、児童労働者は3分の2に減少。 2012年の推計1億6795万人は世界の子ども人口の10.6%にあたり、世界の子どものおよそ9人に1人が児童労働をしている計算になる。そのうち子ども兵士や人身売買を含む、危険、有害労働に従事する子どもは8534万人に上り、ILO が目標としている。 2016年までの最悪の形態の児童労働の撤廃はこのままでは達成できないと指摘。児童労働の主要な要因は貧困であるとされ、借金の形として強制労働させる場合もあれば、生活費を稼ぐために児童が自ら志願する場合もある。最近の研究では絶対的な経済的貧困状態よりも、その地域の経済格差による貧困感の方が、 児童労働の主要な要因であるとされるものもある。日本においても15歳に満たない子供の労働は少ないものの存在するが、日本においても絶対的な貧困状態で子供が労働させられる例はほとんど見当たらない。相対的な貧困感が児童労働を発生させるという説明と符合するところだが、近年では日本でも貧困度合いが進み相当の児童、労働者が存在し、 子供の貧困とともに社会問題化している。カール・マルクスはエンゲルスとの共著の共産党宣言において資本主義体制下の搾取廃止の観点から自動労働の廃絶を主張し主張である資本論においても自動労働の実態を絶対的常用価値の生産と労働条件の関係を論じる際に当時イギリスの工場法にも言及しつつ記述、分析している。 また、グローバル化が進んだ近年では、従来の伝統的な児童強制労働のほかに、営利市場の多国籍企業が支配する、グローバル経済のもと、旧来の奴隷に代わる、新たな低賃金労働力として、発展途上国の児童が奴隷化している現状もある。働く形態によって、子供の活動が児童労働とみなすか、否かで分かれることもある。 例えば、見習いの状況は訓練とされ児童労働と見なされない場合がある。また、学校に通いながら働いている場合は、ILO の統計上、児童労働者に入れられない場合がある。しかしながら、見習いや学校に通いながら働いている者も,も、児童労働に含めて考えるべきだ。また、児童買収や少年兵士についても、国際労働機関では、児童労働の形態としている。 ただし、一般的な家事労働やアルバイト程度のものは、ILO の統計上、児童労働とはみなされないが、このような場所でも劣悪な労働条件で働く者も、おり、保護の対象と考えるべきとされる。下記は、国別の児童労働の実例である。国際的な大企業でも、末端の納入業者などで児童を雇用することもあり、過去には1 9九十年代のナイキのスポーツシューズ、 パキスタンのサッカーボール工場での自動労働が取り沙汰されたことで不買運動が起こり各社が対応を迫られた例がある。インド半島地域インド半島地域ではネパールのカトマンズ地域、インドのウッタルプラデーシュ州、パキスタンでのカーペット産業による労働が知られている。2007年の医療品会社ギアップのインドの下請け業者で自動労働が発覚した。 大体のバンコクにおける自動売春が知られている。2007年には、エビ加工工場でビルマからの移住労働者の子供が搾取されていた事件が発生した。フィリピンフィリピンの首都マニーラのスモーキーマウンテンを代表するスカベンジャーが知られる。2016年には、靴磨き、物乞い、廃品回収により路上生活をしている児童を、 集めて飲食業において必要な教育を行い、飲食業にて働けるように圧旋する団体の存在が報道された。カンボジアカンボジアでの児童労働の割合は45%にも、上り、児童売春、子供の人身売買などが報告され、カンボジア政府も対策を講じている。 2004年の最悪の形態の自動労働の内危険な自動労働への従事者は313,264人に上った。また2001年の同国生産業従事者の8万人から10万人の内30から35%は18歳未満だった。同国における自動労働として荷物運び、家事使用人、クズ拾い、漁業、ゴム農園、タバコ農園、 レンガ作り、塩田、手工芸関連、魚介類加工業、採石宝石加工、石切り、砂石採集、工業、食堂、物乞いなどが挙げられている。このほか、カンボジア国内の数百の売春宿、マッサージ店、カラオケ、カフェ、ビューティーサロンなどでも自動労働が報告されている。中華人民共和国2014年。 サムスン電子の電子部品の中国工場で自動労働が発覚した。日本日本での自動労働は平安時代後期から人身売買による自動労働が盛んになり、江戸時代には遊女、子守などの事例がある。明治には宝石工場、マッチ工場、タバコ工場、製紙工場などでの事例がある。第二次世界大戦の敗戦後には靴磨き、食品売り、 新聞売りなどがあり、1947年の児童福祉法によって18歳未満の午後10時から午前3時までの子供の物売りは禁止された。1980年代にはフィリピン、タイ、コロンビアから幼女が生産業で従事する事例があった。現在においても労働基準監督年報での違反報告件数を見ると、日本においても相当数の児童労働者が 存在している。日本での貧困化の進行と貧富の差の拡大とともに、低開発国型のような自動労働の増加がある。そして、日本でも劣悪な環境により、労働災害等の被害に遭うものも少なくない。朝鮮民主主義人民共和国学校に通いながらではあるが、放課後に重労働をさせていることが発覚した。ウズベキスタン詳しくは、 ウズベキスタンの児童労働を参照。アフリカ諸国のカカオ畑での児童労働が報告されている。2002年にはコートジボワール、ガーナ、カメルーン、ナイジェリアなどでは28万人の児童従事が報告された。2003年のガーナでは247万人の5歳から17歳の児童労働が報告され、これは子供人口の39%であった。アンゴラ。 シエラ・レオネなどではダイヤモンドが反政府組織の資金源となっており、採掘工場で自動労働が報告されている。イギリス学校に通いながらではあるが、家族と共同して自動労働が行われていることが報告された。アメリカ合衆国ウォルト・ディズニー・カンパニーによる自動奴隷労働が問題とされたことがあった。アメリカのドールの公式調査報告によると、2008年に 違法労働を課された4734人のうち41%が自動労働で危険、有害な作業に劣悪な環境のもと支援され違法な危機器を使用する作業に従事していた。ブラジル砂糖キビ畑や農場での自動労働が報告されている。ボリビア同国は10歳から自動労働が自営に限り解禁された。また、 12歳からは保護者の同意があれば働けることになった。東京都台東区に事務所を構える NG 用の ACE は、児童は成長をする時期であり、重労働を課せられることで健康が損なわれる、教育を受けられないため最低限の読み書きができなくなる、衛生に関する知識を身につけられないため自分自身を守ることができなくなるため、子供の未来を奪うことと言えるとしている。 ありがとうございます。